今回は中東のアラブ首長国連邦に行ってきます。仕事なんで一人ですけど、できる限り食べ歩きしたいと思います。羽田からエミレーツ航空の直行便で向かいます。夜中です。めっちゃドバイの景色に浴衣が違和感なんですけど。なんかいろんな建物ありますね。ベンもあるし、ハリフォのちっちゃいやつもあるんですね。そうそう、各国の感じで。でさ、砂地だからさ、すぐ歪んじゃう。もう工事してる。地盤が緩いですもんね。はい、グローバルビレッジの中です。微妙な B 級感が。ジーノやりました。大丈夫に広いな。とりあえず日本パビリオン行ってみましょう。お寿司がありますね。なんか中国人か韓国人がやってる。なんでジャスミンの匂いがするんですかね。いろんな国の人がいるから。ジャスミンティーの匂いがしました。こんな感じで各国のブースが30カ国分以上あります。ここはレバーね。
たいなところでご覧いただきます。ミックスワンつってお米とチキンですね。うん、典型的な潮流酒、カレー風味ですね。パッサパサで嫌いな人は嫌いだけど、俺は嫌いじゃないです。クリスピーチキン、かなりしっかり味付け、しょっぱい、これで30デルハムだから約1000円、コスパがいいとは言えないかな。トマトソースがついてきてるんで、ちょっとかけてみましょう。はい、かけてみました。お米はこっちの方が美味しそうな気がする。うん、超チャンキー。チキンはケチャップの甘みでしょっぱさが強調される。ササミのパサパサ感が多少緩和されるのは嬉しい。13マウンテンデュー、安定の味です。ワンカップ1杯入ってるの700円ぐらい。おはようございます。ドバイ到着2日目です。昨日は早朝着いたんで長い1日でした。仕事でバタバタしてなかなか動画も撮れなかったんだけど、今日はというか今日もグローバルビレッジに行くのは夕方からなので、それまでいろいろ買い物したり少し街を動いてみたいと思います。ここは本当空港の国際空港の近くで車で5分ぐらいのところで、インド人街、割と労働者の方たちが、外国人労働者の人たちが数多く住んでいるエリアのようです。まずはショッピングセンターみたいなところがあるので向かってみます。朝9時半ぐらいなんだけど、結構日差しが強いので、もう帽子とサングラス必須です。こっちの人の運転はかなり荒いです。隙あらば割り込むみたいな感じの運転で、しかも歩くことはあんまり考えられてない道路で、こういうふうに歩道があればいいんだけど、ないとこも多くて、ただ暑いせいか車社会でほとんど歩いてる人やチャリ乗ってる人は見かけません。街を歩いてて結構土地にもゆとりがあるので、空き地もあるんですけど、こういう建設作業中以外の空き地はまあ当然というかもともと砂漠なんで、ちょっと踏み固められた砂漠みたいなのが空き地なんで、サンダルだともう土ぼこりが入ってひどいですよ。目指してきたショッピングセンターサハラありました。でかいですね。でかいけどここは特にでかくないそうです。一回はドバイに一番大きいショッピングセンターも行ってみたいです。でかい、これは400、500、400メーター以上あるかな。それが腹減ってきたんで、なんか食いたいです。目的のサハラセントラに着きました。この中では飯食うのと、シムを買うのと、ポットを買うのくらいかな。用事を済ませたいと思います。とにかくでかいから目的の店が見つかるかどうかだな。 あとノキア105、最新のデュアルシムタイプがあったら買いたいと思います。あんまし空いてないな。店が空いてます。何時から開くんだろう。
なんとなく上から匂いがしてきたんで、フードコートがありそう、香ばしい匂いがします。まあ、すげえ小綺麗な施設なんで、あまり現地飯的な感じではないけど、何でもいいから飯食わせよ。スタバみたいな、ここは腹の足しにならんな。てかまだ全然空いてないです。はい、腹減りました。今日の朝ごはんはショッピングモールサハラ、フードコートのキリンというハンバーガー屋さんみたいなところです。腹減った、いただきます。なかなかのボリュームです。バーベキュー味のチキンにチーズソースがかかってサンドイッチ。今作りたてで、あったかいし悪くはないんだけど、なんかチキンが謎の肉の食感です。バーベキューソースは割と甘さ控えめで、テリヤキ系よりもうちょっと辛いかったかな、うん、肉焼きすぎてポロポロだな。値段は23ドルハムだから700円ぐらい、ちょっと高いですね。なんと今更トッピングマヨネーズ発見、ちょっとたっぷりつけてみます。白っぽい、マヨネーズなのかな、これは謎。ウォーター、ソイビーン、大豆オイル、あ、なるほどね。メイズスターチ、ビネガー、エッグ、普通に酢使ってるんだ。コスパは良くないけど、まあまあファストフードとしてはそれなりにって感じでした。ごちそうさまで。はい、スーパーマーケットでイラン産のリンゴとデーツ買ってきました。チュニジア産、うん、ボケボケ、味が薄い上に食感がグズグズ。はい、爪らしいです。硬いな。うん、干し柿みたいな味、うん、悪くない。うん、本当日本人には馴染み深い。はい、2日目です。今日からテストマーケティング開始するので本番ですね。格好はこういうふうにサムネを着てます。夕方起きてから仕事をしてます、部屋で。なんで晩飯を食べに外に行きます。あと材料を作ってみんなの深夜飯のご飯でも作ろうかな。ホテルの向かいにあるキバブ屋さんって書いてカレーが食べました。割と水が綺麗なように感じてます。マスクもないけど衛生的な感じです。うん、普通に飲めそうですね。はい、最初に前菜とスープがありました。
んだろう、ドレッシングかな、うん、ヨーグルト系のスープ、生の香辛料が入ってます。これは前菜、塩パラリとして、トマトが意外と悪くない。人参も美味しいな。人参、きゅうり、玉ねぎ、キャベツ。うん、玉ねぎ辛っ。生野菜に塩かけて食うだけだけど、なかなか悪くない。インド近海にあるレストランのせいか、箸がないにしてもフォークやナイフもありません。基本で手で食べてます。野菜うめえ。このスープはヨーグルトを水で溶いて塩入れて、玉ねぎ、青唐辛子、これ、パクチー、パクチー好きな人は好きだけど、苦手な人は絶対食えない。すげえ味のベースがパクチーです、うん、うまい。はい、来ました。チキンカレーと卵ご飯頼んだんだけど、これなんかついてきました。バターチキンというよりはケチャップなんですよ。辛いダールかな、豆っぽい味がする。調理米のトレイみたいな感じ、なんか中に埋まってる入れ卵が2個分ぐらい。うん、味悪くない。辛い豆スープかけて、うん、いってる。こんなチキンカレーを、うん、うまい。またサラダ、なんかのセットだと思います。単独ではパサパサだけど、カレーかけるとうまい、うん、ごちそうさまでした。卵ライス、チキンカレー、スープ、まさかのサラダとスープ、それぞれにセットです。余しました。意外と美味しかったです。パキスタン料理だけどちょっとインドっぽくて、この辺はトルコっぽい感じもしました。ご飯はポストポストだけど、スープとかカレー染み込ませると美味しくて完食です。卵ご飯が300円、多分スープとセットで野菜スープ付きで300兆円、これだけ頼んでも大満足。カレーが600円ぐらいだから、コスパは圧倒的に卵ご飯が良かったです。意外と美味しかったですよ。ごちそうさま。はい、今食べてきたパキスタン料理屋さんの外観です。カラチっていうのが、パキスタンの都市の名前
なので多分パキスタン料理だと思うんだけど、うん、インド料理屋さんでも区別はよくつきません。もっとです。帰りにスーパー寄って深夜夜食の